皆さんこんにちは。レックセニー講師の沢井清晴です。労働基準法第1回目の講義入っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんテキストの方ですね、まず開けてみていただけますでしょうか。はい、労働基準法第1回目の講義ということで、この講義ですね、6回までの回数ということになっておりますね。で、ちょっとね、労働基準法に入る前にちょっと勉強のね仕方を若干お伝えしようかなと思います。で、皆さんね、テキスト、これ私のテキストなんですけど、ありますけどね、当たり前なんですけど、テキスト開けてください。当たり前ですよね。開けだからダメですね。開けましておめでとうございます。はい、それでですね、例えばこういろいろありますよね。やりながらちょっとやりますけどね、勉強のやり方なんですけどね、大事なところのね、マークなんですけども、別に何色でマークしろとかそういうのはですね、特に社労士の場合はですね、ありませんね。マークのマーカーの指定というのは特にありませんので、自分の好きな色でですね、マークをしていただければと思います。例えば私が使っているのはこの、よく例えばね、人たるに値するね、こう黄色のマーカーをですね対応します。で、大事なことに関しては、書き込みですね。例えば書き込みですね。この赤で書き込みと。書き込みですね。赤で書き込みを入れると。はい。これがですね、標準タイプのやり方かなと思います。ただ、自分のやり方で構いません。ただ、一番やってはいけないのは、例えば選択式のイメージでやりたいがために、緑でここ塗っちゃって見えない、すごく濃い色で塗っちゃって見えないようにしてやる方いらっしゃいますけども、あれはあまりお勧めできませんね。それをやるんだったら選択式マスターというですね、問題集がありますので、その問題集使っていただければもうできますのでね。で、なぜですね、重要なポイントを色黒く塗ってしまって、色黒というか濃い色で塗って見えなくして赤い下敷きで隠すようなことが、良くないのかというとですね、人間というのは、テキストをですね、文字だけで追ってるわけじゃないんですよ。映像として捉えてそれを覚え込んですね。だから映像として捉えるものがなくなった段階で、記憶に対する、自分の中の、明記っていうですね、頭の中に記録すると、それがですね、薄くなる可能性がありますので、私はあまりお勧めしたくないと。塗るのはいいんだけども、本当にそれで全部覚えるんだったらいいんですけども、これですね、全てやるって、そもそも無理な話ですからね。はい、じゃあですね、中身に入っていきたいと思います。では目次のところから見ていきましょう。まず目次から見ていただきますと、総則というのがあります。全体を通しての、ルールのことを総則と言いますね。はい、そして、総則の中身をまず見ると、労働条件に関する基本原則と、ここから今日入ってきますよ。から2節ですね、平等原則、それから労働者の人権擁護、それから適用関係ですね。適用っていうのは、その労働基準法がその会社に対して相入れるのかどうかと、例えば会社からすれば労働基準法の適正を受けるのかどうかというところですね。はい、それから最後、平均賃金というのがあります。だから労働契約ですね。はい、労働契約というのは、この一人一人の労働者と使用者との間で行うこの契約のことですね。これが労働契約ですね。そして不当な身柄拘束の禁止があって、労働契約の終了、例えば一番のテーマは解雇というテーマがここで初めて出てきます。次に賃金ですね。はい、賃金に関しましては5原則というのがありまして、これ中心ですね。勉強すると、それからあとは休業手当というのがありますので、賃金ですね、非常にテーマとしては大きなテーマですね。そして最もボリュームがあるのが第4章ですね。労働時間、休憩、休日というところなんですけども、この労働時間、休憩、休日に関しましては、労働時間の原則をまず学んだ後で、変形労働時間制というものを勉強します。ただ休憩っていうのもね、労働時間になるならないの境目を決めるものなので、それから休日、これも勉強すると。そして時間外休日労働があって、その後に労働時間の算定方法ですね。ここでいろいろと出てくると。で、その後最後に適用除外ですね。高度プロフェッショナル、皆さん聞いたことありますか？高プロとかね、ああいったところですね。そして年次有給休暇も出題的には非常に多いですね。で、有給休暇に関してもいろいろと中身分かれています。ここまでが原則的な権利の話。で、ここからは保護です。保護。年少者、
18歳未満のものですね、まあ、保護規定が入ります。それから7章に行きますと妊産婦の保護ですね、はい、だから、まあ、ここからは保護になるということですね。で、技能者養成はほぼ試験に出ません。災害保障も特に試験に出るという分野ではないですね。まあ、大きな分野で言えばあと10章の就業規則というところですね。こちらは意外と試験には、まあ、多く使われます。から寄宿舎、寄宿舎に関しましてはまさに付帯条項でありまして、ほとんど試験には影響ないんですけれども、たまに出るという感じですね。から監督機関ですね、これも労働基準監督官とか、まあ、そういったことですね。最後、まあ、雑則罰則、意外と試験的には重要ですね。最後、雑則罰則です。はい、まあこんな感じで勉強していくということです。では学び方というところから見ていきましょう。労働基準法は日本国憲法27条2項の勤労条件の基準の法定と、まあ、要はどういうことかというとですね、まあ、憲法に書いてあるんですね。まあ、憲法に何が書いてあるかというと、はい、まあ、27条2項ですね、勤労条件は法律でこれを定めると、まあ、こう書いてあるんですね。だから、まあ、そう言って書いてあるからね、まあ、憲法に書いてあるんだから、これ労働基準法を作んなきゃいけないねということで、まあ、昭和22年に制定されましたというところですね。まあ、覚えることといったら、まあ、この22年、まあ、施行も22年です。はい、ということは押さえておきましょう。はい、あとは細かい点に関しましては、特にここはですね、はい、必要があれば見てください。で、1ページをめくります。で、序論というところを見ましょうね。労働法の中における労働基準法と。労働基準法は生存権、まあ、憲法25条1項を、まあ、背景にと。これをですね、まあ、背景にって一体どういうことなのかって、もうちょっと分かりやすく書いてほしいね。背景って言われたってさ、ね、なんか、ね、背景って言われたってね、よく分かる。それが、まあ、まあ、なんていうんですかね、元にしてっていうかね、そういうことですね。はい、勤労条件法定主義、これさっき見たね、27条の2項を具体化する法律として、まあ、昭和22年に、ここは押さえましょうね、制定、まあ、施行、施行、施行、ね、されたと。はい、あとは特にいいかなというところで、ちょっと見てくださいね。まず、まあ、労働基準法は、この憲法25条第1項、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。これ聞いたことありますよね、皆さん。聞いたことないっていう方、社会の時間寝てませんでした寝てたよね、はい、聞いたことあるよね、寝ながらでも、はい、ということでね、はい、ここはね、多分皆さんご存知でね、この健康で文化的な最低限度の生活っていうのは労働条件でもあるんですよ。だからそれがね、ないあると。だからそれを見ながら労働基準法の最低基準作ってるんだよっていう意味ですね。で、27条2項憲法、まあ、賃金、就業時間、休息、その他勤労条件に関する基準は法律でこれを定めると。法律でこれを定めるって、憲法で定めろってね、憲法っていうのはね、これ立法機関を、まあね、規制してるわけで、法律で定めろって憲法が言ってるのは、憲法さんに言われたらもうね、断れないんですね。ですから、まあ、こういうことになると、労働基準法を作ったということですね。はい、だからもともとは憲法の27条2項の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるっていうのがあるから、だから労働基準法ができたんだってことは覚えましょう。はい、ということで、まあ、でちょっとね、条文構成というのがありますけれども、参考にしてください。ではいよいよ早速入っていきたいと思います。まあ、さっきちらっと目次で見ていただいたと思うんだけども、まず早速ですね。はい、で、早速というのは全体を通して、このね、全体を通しての考え方とか基本的な理念とか、まあ、そういったところですよね。まあ、これが早速です。ではいきますよ。第1条、労働条件の原則。そもそも、はい、この労働条件の原則っていうのがね、他の法律と違うんですよ。何が違うのか。他の法律は全部目的なんです。ほとんどの法律は第一条は目的なんです。この法律を作った目的が書かれてるんだけども、でも労働基準法はですね、ちょっと違うんですね。まあ、他の法律との違いは、第一条が目的ではない、労働条件の原則だという点ですね。では読んでいきましょう。まず条文は大事なので、
特に選択式対策といいますか、まあ、あまりにも当たり前で出ないことが多いんだけれども、まあ、覚えてて当然という、ね、形ですね。労働条件は労働者が、まあ、人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。はい、まずここですね。解釈としてこの後出てきますけど、人たるに値するというのが大事なんだと。で、第2項ですね。この法律で定める労働条件の、まあ、最基準は、これですね、まあ、最低なんだと。これ絶対だよ。最低だと。ね、最低基準。だから最低基準を守らない人は、まあ、刑罰をもって、まあ、守らせると。だから労働基準法は労働刑法とも呼ばれています。まあ、どういうことですかと。はい、まあ、労働基準法は罰金刑もあれば懲役刑までありますよ。だから、ね、守らなきゃったら罰金だよとかね、懲役だよって言って、ね、罪になっちゃうよ、前科ついちゃうよと、やります、守りますと、こうなりますよね。そういうことですね。はい、で労働関係の当事者は、この基準を理由として、労働条件を、はい、ここですね、この基準を理由として、労働条件を、まあ、低下させてはならないことは元よりは当然だよね、当たり前だよね、その向上を図るように努めなければならない。はい、今のね、努めなければならないという言い方着目してください。はい、努めなければならないという言い方は労働基準法では珍しいんですね。はい、何々しなければならないに対して努めなければならない、後で出てきます、いろいろと。努めるっていうのは努力してくださいと、努力しなければならないってことですね。まあ、努力義務というふうに言っています。努力義務ですね。はい、じゃあ、まあ解釈をしていくんですけども、まあ、労働条件の原則、本条、まあ、1項は日本国憲法25条1項の健康で文化的な最低限度の生活の保障と趣旨を同じくする。これは覚えましょうね。25条1項、最低限度の生活保障ですね。ただし、まあ、訓示的は何々すべきだみたいなね、訓示的だと。この訓示的なので、罰則の適用はないんですね。はい。だから、ここはですね、例えばよ、はい。人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものって言ったって、具体的なラインってないよね。で、何が人たるに値するんだって、具体的なラインがないんだから、それは罰則の付けようがないよね。ね。罰則の付けようがないよね。はい、ということありますよね。まあ、これも一つのヒントなんですけれども、例えばね、社会保険労務省に ね品位を害する行為をしてはいけないとかね、はい、ね、まあね、品位を害する行為って、品位害する行為ってそれは罰則ないんですよ、ね、品位を害する行為って言って、どうすればいいのかって分かんないですよね。まあ、一言で言えば下品なやつはダメなのかって言ったらね、じゃあ俺ダメなのかみたいな話になっちゃうやつもいるからね。はい。だから、そんなことはないんだよと。罰則はないんだよと。なるべくね、まあ、そういった、まあ、上品なくね、言葉遣いとかそういうのはね、きちんと品格を持ってやってくださいよってことで罰則はない。それと同じことで、人たるに値する、ね、生活、具体的に何だってね、例えば年収いくらとか決まってるわけじゃないのに、それに対して罰則を付するってことは無理だよね。まあ、そういうことですよね。はい、だからまず一つ押さえてほしいのはここ、罰則ないで、1条2条罰則ありません。だから1、2条はいずれも罰則ないです。この後出てくる2条ですね、今のは1条の1項と2項ね。はい、でポイントです。本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を満たすべき、まあ、労働条件を保障することを鮮明したものであると、まあ、従ってと、労働基準法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。まあ当たり前だよね。これ28年のね、まあ、試験に出てるんですけども、当たり前だというところでいいと思います。一番下、労働条件とは、労働者の、ここ大事ですね。これ大事で、これ覚えるよ。職場における、まあ、一切の待遇を言うと。はい。ただし、ここですね。これ覚えてよ。雇い入れと採用は、まあ、労働者としての、事業者との労働関係が発生する前、ね、まだ働いてないよねと、契約前だよねということなので、この雇い入れ採用はこれ労働条件に含まれないと。これは労基法全般に言えることね。これは、まあ、労基法の全部ですね。労基法全部と、全部について言えるわけですね。労基法の全部について、まあ、ここで1個出てきたので、まあ、覚えちゃえばいいですね。
労基法の全部について雇い入れ採用というのは労働条件には含まないよ。これは絶対覚えてください。これ非常に大事ですね。非常に大事で、1ページめくろう。はい、人たるに値する生活と、はい、とはと、健康で文化的な生活を内容とするものであると。具体的にはこれは一般の社会通念によって決まるんだよねと。これは分かりますよね。はい、で問題はこの後で解釈なんですけども、ここですよ。はい、人たるに値する生活の中にはこれ覚えましょうね。労働者本人のみではなく標準家族を含めて考えてくださいねと。で、家族の生活ね、人たるに値する生活っていうのは自分だけではなく家族の生活も考えろという考え方ですね。これを押さえてください。はい、だから標準家族含めるのか含めないのかことってね、試験問題出たら含めるね、含めるのか含めないのかと出たら含めると押さえておけばそれでいいのね。はい、それから、まあ、この理由、基準を理由として、はい、というのはと、この基準を理由としてっていうのはね、何かというとね、ここですよね。まあ、ちょっとね、横にテキストね、行ったり来たりしないするんですけども、この前のページに書いてあるここですね、最低のものなんだと。はい、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならないと。この基準を理由としてと、この解釈ですね、今出てくるのは。はい、この基準を理由としてとは、基準を理由としてと、労働基準法に規定があることが、その労働条件の低下に決定的な理由となっている場合を従って、社会経済情勢の変動等を他に決定的な理由があれば本条に抵触するものではない。はい、ということでね、まあ、例えば震災が来て会社がね厳しくなっちゃって、ちょっとね労働者の基本給を減らさせてくださいっていうのは仕方ないよねと。別に労働基準法違反じゃないよねということですね。はい、ということで前のページからね、ちょっと最初なのが肝心なので、例えば今ね、人たるに値する生活というですねポイントがありましたね。はい、でこの人たるに値する生活っていうのは日本国憲法25条1項が、まあ、元になってるんだよねと。でこの労働条件というのは職場における一切の待遇を言うんだけど、雇い入れ採用は含まないと、この点ね押さえた。はい、それから、まあ、さらにですね、次のページにあります、はい、この人たるに値する生活は家族を含めるかって言ったら含めるという点ね、含めるという点ですね。それからこの基準を理由として労働条件低下させてはならないと言ってますが、この社会経済情勢の変動、例えば地震などがあった場合ですね、まあ、下げるというのは仕方ないよねと、別に構いませんよということになっているという点も見ておきましょう。はい、では次ですね、第2条いきましょうね。では第2条、労働者は、労働条件は労働者と使用者が、この言葉ですね、ちょっと注意、対等な立場において決定すべきものである。労働者および使用者は労働協約、就業規則、労働契約を、はい、3つ出てきました。労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、はい、遵守という言葉と、もう1個、誠実におのおのその義務を履行しなければならないと。はい、ということで、まず2条の第1項、対等な立場という言葉は、まあ、その通りということになります。どっちかが強い立場っていうのは良くないよねと。対等な立場で労働条件は決めてよね。はい、そして労働協約、就業規則、労働契約を遵守、遵守っていうのは守れってことですね。誠実に義務を履行と。さあ用語なんですけども、見ていきましょうね。まず労働協約と出てきました。はい、で労働協約と何かと、ね、まず覚えましょう。労働組合と使用者、その団体との労働条件に関する合意協約と。でここはですね、労働組合と使用者です。これを覚えておいてね。労働組合と使用者と。はい、就業規則ですね。労働者の就業上遵守すべき規律、労働条件に関する具体的事項について使用者が定めた、まあ、規則と、ね、使用者が定めた規則ですね。はい、1ページをめくりましょう。もう1個いきましょうね。
まあ、労働契約ですね。個々の労働者が、まあ、使用者から、まあ、対価を得て当該使用者の下で自己の労働力の処分を委ねることとする、まあ、訳する契約と、はい、だから個人の方ですね、個人とそれから、それから会社と、これが労働契約ということですね。でこの労働契約というのは労働基準法上の言い方なんですけれども、まあ、もっと広い民法では人を雇う時の契約のことを、まあ、雇用ですね、民法では雇用契約というふうに言いますよと。で一般的にはどちらも使いますので、まあ、どっちが正解ということではないんですけれども、まあ、労働基準法を語るときは労働契約ということで考えていただくといいかと思います。はい、そしてねちょっと前のページに戻っていただきますると、この、はい、労働協約、はい、使用者と労働組合、就業規則、使用者の定めたルール、労働契約、個人と会社との契約ですね、はい、この効力の順番も強い順番になってます。労働協約が一番、効力が優先、そして、就業規則、それから労働契約ということになります。はい、その効力の順番は今のところね、もうそのまま覚えてください。では、まあ、第2節に入っていきましょうね。続きまして、はい、平等原則入っていきたいと思います。平等原則ということでね、今から見るのがまず均等待遇というところですね。均等待遇と、はい、から、まあ、均等待遇の後に出てくるのが、はい、男女同一賃金ですね、はい、まあ、この2つが出てきますと。でね、3条です。今から見るこの3条というのはね、すごい大事ですね。試験的にはまあ超重要条文だと思ってくださいね。ではいきますよ。はい、まず3条です。使用者は労働者の、まずここですね、国籍、信条、社会的身分を理由として賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。はい、3つを覚えます。国籍、信条、社会的身分ですね。これも覚えるしかないんです。はい、まあ、口に出して覚えましょう。国籍、信条、社会的身分ですね。で差別禁止です。はい、で、まあ、国籍は分かると思うので、じゃあ信条って何ですかと。括弧1番ですね。信条とは特定の宗教的または政治的信念を言い、社会的身分とは、まあ、将来の身分を言うと。はい、ということで、まあ、国籍、信条、社会的身分は、例えば自分がね、私はのもね、こういうね、政治活動を応援してますよと、私は何々党を応援してますよと、ね、まあ、いうのがありましたら、それはその人の信条ですから、はい、これを理由として、まあね、差別をしてはいけないよと。で、じゃあまあ、ここ大事なんですね。このポイント大事ですよ。はい。本条における国籍、信条、社会的身分は、ここはですね、まあ、限定列挙です。性別入ってません。はい。性別を理由とする差別は、まあ、ここに入ってません。でね、なんでかっていうと、そもそも労働基準法では、女性については、産休とかね、そういうのがあるんですよ。で、産休期間に関しては、ね、請求によって働かなくていいよ、というふうに優遇措置を設けてるから有利に扱ってるんですね。有利に、だから有利に扱うことも、まあ、差別になるんです。はい、それも考えてくださいね。だから、まあ、だから、まあ、いちいちね、性別は入っていないと。国籍、信条、社会、限定列挙っていうのは国籍と信条と社会的身分だけで差別を禁止するっていう意味です。例えば社会的身分みたいな感じでさ、これは限定じゃないです。例えば心情的なフィーリングでさみたいな、違います国籍と心情と社会的身分に限定して差別をしていけませんということですね。例えばこういうことですね。うちはね、昔から巨人ファンなんですよ、社長が。だから巨人ファンの人は基本給、ね、25万、他の球団のファンの人は基本給20万円。そんな会社ないよね。
ないけど、もしあったとすればよ、それはおかしいよね。それはね、まあ信条といいますかですね、はい、そういう趣味で自分の考え方ですね、はい、まあ、基本給に差をつけておかしいよねと。例えばもっと言えばね、うちはね、何々党の議員さんを応援してるんだと。この議員さんにですね、まあ、応援してる人は基本給5万円足すよとかね。はい。いや、俺ちょっとその議員じゃない人を応援してるんですよ。お前ダメだと。お前ね。お前ダメだ。5万円マイナスだと。はい。これはおかしいですよね。はい。で、ここ大事だよ。ここ大事だよ。さあ、さっき労働基準法の第1条で勉強したんだけども、その他の労働条件。はい。ね、その他の労働条件っていうのはここに書いてあるね。はい、このその他の労働条件について差別的取り扱いというのは、だから国籍とか信条、社会的身分を理由としたその他の労働条件について差別を禁止。この労働条件って何なんだということなんですけれども、その他の労働条件には、まあ、解雇、災害保障、安全衛生、寄宿舎に関する、まあ、あらゆる条件が含まれる。でもこれ同じですね、雇い入れ採用は労働条件に含まれない。これ大事ですね。この雇い入れ採用は労働条件に含まれないというのは、先ほど1条のところにも書いてありましたけれども、絶対に覚えてくださいね。はい。だからね、国籍によって雇う雇わないというのは、これは他の法律では何かあるかもしれないけれども、労働基準法に関しては別に差別じゃないんですよね、ということですね。それから信条によって、ね、その採用するしないと、例えば私は、ね、こういう運動をしていますと、金がね政治活動をしてるんです、いやうちはそのそういった政治活動はちょっとねって言ったら、その人を採用しませんでした。はい。いやこれは労働基準法3条に違反になるんですか、じゃあなりませんよ。なって、はい、労働基準法の労働条件の差別禁止っていうのは労働条件についての差別の禁止です。で、雇い入れっていうのはまだ労働契約する手前の話ですから、労働条件になり得ないんですね、採用基準っていうのは。だからそれに関しての差別があったとしても労働基準法違反とはならない。ポイントを見ましょう。本条は差別的取り扱いをしてはならないのであって、就業規則等に差別規定が、まあ、あったとしましょうね、設けられていても、現実に差別が行われていなければ、まあ、この3条違反とはならない。ただし就業規則自体は、まあ、無効だよと、まあ、こういう考え方を取ります。はい。差別的取扱いってどんな扱いですか。労働者を有利に扱っても不利に扱っても差別的取扱い、はい、つまり、まあ、不利に扱うのは分かりますよね。でも有利に扱ってもこれ差別だよということですね。はい。ポイント、派遣労働者の就業ですね。派遣中の労働者、これは派遣元の社員ですね、派遣労働者は。だから、まあ、派遣元は当然差別しちゃダメだと。で、派遣先に関しても、まあ、例えば全部覚えなくていいよ、均等待遇とかですね、強制労働の禁止など、まあ、これは差別をしてはダメだということになるんですね。さあ、三菱樹脂事件、まあ、ここはですね、三菱樹脂に入社しようとした方が学生運動をしていました。ところが採用時点でそれは隠しておいたんですね。ところが本採用、試用期間を割って本採用に移行した時に会社側が察知したんですね、まあ、それに対して会社は本採用を拒否したんですね、まあ、これが三菱樹脂事件。企業者はかような経済活動の一環とする契約締結の自由を有しと、これは民法のね三大原則、契約締結の自由の原則ですね。自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなるものを雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、まあ、自由にこれを決定することができる。これが契約自由の原則。企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのであると。労働基準法3条は労働者の、はい、ここ信条チェックね、によって賃金その他の労働条件について差別をすることを禁じているが、これはここ大事だよ、雇い入れ後だよね、これ分かるよね、における
まあ、労働条件についての制限であって、ここです。雇い入れそのものを制限制約する規定ではないよと。また思想信条を理由とする雇い入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることはできない、ね、民法上の不法行為とすることはできないし、これを、まあ、公序良俗違反、これも民法90条ですね、公序良俗違反ですね、はい、とすることも根拠もありません。だから構わないってことですね。結論から言うと、まあ、それは仕方ないよねということですね。はい、ではこれはこのくらいにしましょう。